関越自動車道の立ち往生、陸上自衛隊を災害派遣。昨日の午後8時頃から、新潟県の関越自動車道にて、およそ1100台の車が立ち往生している問題で、本日、新潟県が陸上自衛隊に災害派遣を要請し、午後8時半過ぎに、食料やガソリン、毛布などを現場へ運ぶため、自衛官が 最寄りのサービスエリアを出発いたしましま現在国土交通省の緊急災害対策派遣隊も現地に急行しておりますがこういった大雪の災害2018年の2月にも1500台の車が立ち往生するという災害が発生し政府は指定された区間のチェーン義務化などの対策を講じておりましたが 今回は、そういった指定されていない区間において、大雪が降り、また事故も絡んでしまったため、このような事態に陥ってしまいました。今、皆様に見ていただいているですね、この画像、立ち上に巻き込まれているあるトラックのドライバーさんが、ツイッターに投稿されたものでございますが、 この画面の赤い車、雪に埋もれかけてしまっており、こういった雪における立ち往生では、車のですね、マフラーが雪に埋まってしまいますと、排気ガスが車内に流れ込んで、一酸化炭素中毒になる可能性もございますので、皆様、こういった立ち往生に巻き込まれてしまった場合は、 寒い中ではございますが、定期的にマフラーが埋まっていないかどうか、車の外に出て確認していただくようにお願いいたします。まあ、ただ、ものすごい吹雪で、全く前が見えないという事態になっている場合は、無理に車の外に出てしまいますと、本当にすぐ近くでも遭難してしまう可能性もございますので、そういった場合は無理に 外に出ないいでくださいまた、こういった雪が降る地域において、車を運転される方は、万が一の事態に備え、1日分の食料や水、また毛布などを車に積んでおいていただき、また、大雪が予想される場合は、高速道路ではなく、下道を使ったり、そもそも、 車を使う予定をですね、ずらしたりして、こういった立ち往生に巻き込まれないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。